どうも、QQパラダイマのニヒマンです。シュータです。今日はですね、シロくんにドッキリをしたいと思います、うん、いいね。何のドッキリかと言いますと、ドッキリしてる風で何もしないドッキリです。はいはいはい。どういうこと？ドッキリしてる風で、ドッキリしてる風で、理解できないと思うけど、理解できないと思うけど、隠しカメラがあります、はい、ってなったら、あ、これなんかやってんのかなって思うじゃん、うん、だけど何もしないの。しないんだ。そう、わざと気づかせるように隠しカメラも分かりやすく置くし、そわそわしてなんかこいつ仕掛けてくんじゃないかなみたいなのをやって、っていうのを撮るドッキリ。そう、理解できました。あー、理解できましたよ。ということで、シロ君の反応を楽しみたいと思います。やっていこう。カメラを設置したので、ここから隠し撮りしていきたいと思います。衛星ピンタッチは365連休か。365。目と目が合う瞬間。なあ、なっとっちゃう。それどういう意味だい。そうですね、シュータって説明してくれます。なっとるっていうのはですね、はい、ナルトとナルトとナルトとサスケがナットでナトニーするやつ。ナトニーナットこうやってずっとナトニーするの。どうやってやるの。ナトニーして、ナトニーは映せない。映せないか。今日企画何とかって決めた。サダコは、うん、シロちょっともうちょいこっち来て、この辺来て、ね、あそこまでだったら行っていいよな。クローゼットのところまで。場所変わって、場所変わって、いろんな問題がある。あ、いろんな問題がある。何言ってんの。どうした。撮影が楽しみらしい。あ、そういうこと。いいね。じゃあ1本目早く撮ろうよ。撮る。うん、そうだね。一回準備してくれ。5分ぐらい準備してくれ。5分。オッケー。絶対刺してる。彼は何かを刺していい。5分っていう時間をくれた。しかし何も意味がない。だって5分時間無理するだけです。あ、こっち来てほしい。ちょっと、もう一回俺ちょっと準備してるか。あ、大丈夫。いい、うん、大丈夫。あ、なんかするんだったらちょっとなんかわかんない、わかんないけど、するんだったらなんかちょっと早くしてほしいな。何も知らないよね。うん、ないそのしらじらしい感じ。俺がなんかされてるから気づけってことじゃなかったら、あんな動画置かないよね、カメラね。気づいて。それは気づくだろうよ、お前。待ってたの。待ってて、だから俺もうずっとなんかされると思って、ずっといろんなとこ行って時間作ってあげてるの、何もしてこないから。多分そういうことだよね。なんかなくされてるってことでしょ、俺が。それを見つけろってことでしょ。じゃあ、あと30秒あげる。30秒切ったらどうなの。30秒切ったらもう大事なもの。ちなみにさっき言ってたことの確認だけど、ここまでなら俺行ってもいいんだっけ。いや、特になんかあるわけじゃないけど、それ以降は行っちゃいけない。ちゃんと画角気にしながら動きます。画角とか言わない。確認だけど、ここは映ってる。そこは大丈夫。大丈夫だね。立場測るよ。大丈夫。あ、いいですよ、お願いします。佐藤、大事なもの。10秒経過。金取ったな。取ってないよ。取っただろ。取ってない。取ってない。おかしいな。お金大事。1万円減ってんだけどな。それ多分使ったんだ。それ問題だろ。減ってるんだけどな。あっ、ちょっと待って、時間。30秒経ちました。30秒。ストップストップ。はい、じゃあ答え合わせをしましょう。分かんなかった。ぱっと見ないけどね、なんかあってるものは。10万円なくなった気がしてきた俺。おー、どうしても返してほしいな、早く。え、何。じゃあ答え、何がなかった俺の答え。答えはせーの、ドッキリの内容でした。今回のドッキリはですね、ドッキリをしてる感じをめちゃめちゃしてるけど、本当は何もドッキリをしてないドッキリでした。なるほどね。気づかなかった。気づかないっていうか、だから要は何もせずただカメラを回しただけってことだよね。そういうことです。ずっと待ってたのね。俺最初すっごい気まずいなって思っちゃったもん。なんかいつも大体さ、ちょっと進行してから見つけるじゃん、カメラを。しょっぱなで見つけたわけ、入ってきて。まず照明なんでついてるってなるし、ちょっとさって見たらもうすぐ堂々とカメラ立ってるから、そこに。これ気まずいと思って、でもドッキリして一回かかろうと思って待ってたのに何もしてこなくて、5分もくれたし、そう、準備しに行って、まだ5分。こっちとは何も仕掛けようとしないから。5分意味ねえんだろうな。マジか。で、あれは俺の10万円は、まあ、それはもう返せません。え、何、取ったの。もう返しますよ、本当に。取ったそれはもう返しますよ。本当は取ったのね。止めんな、まだ止めんな。どうも、QQパラダイマのシュンタです。今日の動画はどうだったでしょうか。
いつもはドッキリ全然かかってくんないけど、こういう感じのドッキリには引っかかるだろうなって思ったら、案の定引っかけてくれたので、これからもバンバン引っかけていきたいなと思ってます。明日の動画はこの前買ったスイッチで3人で大乱闘をしました。本当にめちゃめちゃいい勝負だったので、皆さんお楽しみに。それじゃあまた明日の動画で、バイバイ。